声が響くな。これ引っ越しするんですよ。もう真っ白でなんだか分かんないね。はい、まあ結構豪華な部屋だったよな。ちょっと俺には贅沢だった、はい、風呂にな、風呂があってこう、まあこういう部屋に住んでた時期がありました、俺も。ということでね、動画に残しておこうとね。まあ狭いけど結構しっかりした部屋だったよな。こんなんがあったりとかね。まあ今回の引っ越しはですね、あれですよ、なんていうのかね、あんまりちょっとね、ちょっとある種ちょっと生活水準を下げようかなと、まあ、ここの家賃がだいたい10万ぐらいで、そのまだ同じ10万使うなら他のことに使った方がいいかなっていうね。いや、こうそのさ、生活レベルを下げるってかなり勇気がいることなんだけど、まあね、そこを決断するところがこのね、天才タクチャンネルなわけなんですよ。うん、例えばまあ、ここは家賃10万で、同じ10万をさ、資産の買い増しに使ったら、どんだけその資産のたまるスピードが上がるかっていうところだよね。正直俺店にいることが多くて、ほんと寝るだけだから、あとまあそうね、ほんと寝るだけなんだよね、うん、でまあね、なんか今後結婚とかがあったとしても、これは完全に一人用の部屋なんで、まあ、ここを出ることは、まあ、いずれ確定してるわけなんで、だったらまあそのこんなね、贅沢な部屋にね、俺にとっては贅沢な部屋なんですよ。贅沢な部屋に住まなくてもいいかなというところで、まあこの部屋を出る決断をしたわけです。まあだから最後だからいろいろ取っておきます。このお風呂ね、まあちょっとちっちゃいけど、まあ快適でしたよ。うん、チャンネル登録、Twitter のフォロー。よろしくお願いします。あなたと詰めよう。